はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。アクトレイザールネッサンス続きをやっていきます。ブラッドプール編が終わりましたので、今回から新しい地カサンドラですね。ここはだいぶ砂漠地帯だね。とりあえず魔物を倒してカサンドラの地を解放しよう。なんか終わった時も解放って言ってるし、初めの時も解放って言ってるから、なんか合わせないとね。氷カサンドラアクト1。おお、サボテンは、あ、普通に敵ではなくただのトラップか。これは乗れるか。下は下でなんかありそうだけど、これ意外にさ広いからね、マップが。スクロールとか多分全然取ってないし、これ上いけるのか。あ、無理だな。あ、いける。上から行ってった方がいいのかな。あ、なんか落ちてしまった。上ゾーンと下ゾーン、なんか変なやつがいた。一発じゃ倒せない。うわ、めっちゃ落とされた。最悪だ。うわ、死んだと思ったら大丈夫だ。優しいゲーム、優しい世界。横を押してるとこれが出ちゃうんだよね。ん？行っていいのか、このまま。あれ、上だと上から出てくるのかな。待って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 、割と暴走する。ほら、上攻撃があんまり強くないからな。上行けそうだな。いや、めっちゃくせえ、こいつ。リンゴ痛い。これ防御力がないからね、ダメージはよく食らう。こいつめんどくさい、動き回って。痛い、めっちゃ落とされた。最悪なとこにいんな、あいつ。許さん。で、右にも行けるし、上にも行けたし、どっち行けばいいんだ、これは。これ左戻れる？なんか危険だな。うおーなんかめっちゃ落ちた。攻撃力 50%。 今ガードした？下がガードみたいな感じ。ガードボタンをつけてほしかったな。お、これは痛い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 、変なとこにある。やばい、ヒットポイント回復魔法とかないからね。なんだろう、結構食らってんな。やばいやばいやばい、こういう時に限って回復アイテムがない。あそこに回復アイテムではない。マジックパワー、あいつ邪魔だな。なんともならんか。ファイヤー、ちち、そりゃそうだよね。炎に炎は効かないと思う。オラ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 。ん？この先ボスか。いや、まだか。回復ゾーンがあるもんね。100。ん？なんだなんだなんだ。これは？単純に、あ、もうボスか。ダゴバ、下から出てくる系か。これ炎効く？いや、なんか効いてんだか効いてないんだかよくわかんない。とりあえずこれにしよう。ほら、どう？てか俺がやばいよね。今度上からか。攻撃力自体は弱えな。あ、でも普通の攻撃もそんなに当たんないのか。普通にこれ攻撃しても全然強い。やばい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 、変なところに行っちまった。
最悪だ。しかしヒットポイントは全開になった。ライフは4つ。お、いいね。あの演出をもう一回見なくていいっていうのが楽。こいつは普通に攻撃してた方がいいな。ここにいるときが一番厄介だな。飛び出てくればもう楽勝。あ、なるほど、ケツは硬いからあんまり当たらないんだ。本体に当てなきゃいけないのか。でも基本的にこれは攻撃してばなんとかなるよ。ここでもうちょい倒した。動きが分かればどうということはない。魔法は大して効かなかったね。新たな地カサンドラ。ここは雨とかを降らせるのかな。やっぱりこんなところで暮らすのが一番悲惨だな。ようやく人の住める土地になりましたねってなってねえよ。こんなところで住めないだろう。おお、なんかエジプトっぽい。カサンドラ砂漠地帯、いつも砂嵐が吹き荒れている。このままでは建物を建てられません。雨をもたらして砂嵐を消してください。あ、ここの砂嵐か。砂が吹き荒れている。開拓どころではありません。開拓を進められるように人間たちを助けましょうと。そんなわけなんで、まあ、まず雨か。ん？どこまでだ。レベル3もいっちゃうか一気に。いや、レベル2を2回やった方が良さそうだな。あ、でもここ3マスは無理か。ギリギリ3マス届かないんだな。雨、敵が出てきた。いっぱい出てきた。てか、なんか上にさ、人がいるんだけど。砂漠に出たきり戻らない。さっきのやつか。近場を手分けして探した。影も形もない。あなたの風があの者と共にあらんことを。てか、死んでんだろ。こいつ、こいつでしょ。お前はもうのたれ死ぬ。あ、間違えた。いや、これじゃない、これじゃない。これでレベル2にして決定。ちょっと雨を積極的に降らせていかないとね。3にしよう。あ、3でいいか。やっぱり3は9マスいけんね。あとレベル2の、ちょっと待って、全く開拓してないんだけど。なんか出てきた。旅人のアロンゾ。食料や物資を調達させてもらいたい。いやいやいや、何もねえよ。戦える人間が少ない。用心棒として雇わない。旅暮らしのおかげで魔物との戦いだったら慣れている。ついてきてくれ。神殿に案内しよう。あなたは我らの一員。祈りを捧げてください。カン、俺の願いを叶えてくれんのかな。そんなもん知らん。怪しい旅人。とりあえず雨を降らせてマジックパワーがなくなったから行くか。端っこから行こう。下から開拓していくか。ここは無理だな。まあ、ここまでとりあえず開拓しよう。 SDマジックパークレー来てんな。あいつどこにいんだ。なんか地上絵がある。仲間には古き人類の遺物を探し求める冒険家がいる。地上絵を見に向かいたい。なるほど。いや、まあその順番に開拓していくから待ってね。急がば回れと言うではないか。消える、消
消えよう。こいつなんでこっちに行くんだ。よし、敵が多いからだいぶマジックパンの溜まりが早いな。町を建設中、とりあえず溜めとこう。ほらもう忙しい。ここまでは来たか。じゃあこうのこうのあれ、この岩ってさあ、全然いけるな。障害物はさほど多くないね。あの砂嵐さえやっちゃえば。ここ2人出てくるかな。あれ、そっか、ここからは敵が出てこないのか。町を建設中。お、資材が出来上がってる。これ工場なんだ。お、待って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 、土地は広い。アロンゾを迎え入れた。腕の立つ男、助言に従い魔物の巣へ向かう。なるほど、いいだろう。あれ、さまよってたやつどこ行った。死んだ。あ、ここにいる。一応なんか死んでん、本当に死んでんじゃん。まずこいつの救出が先だ。ガチで死んでる。すまん。こいつはどれだけここで倒れていたのだろうか。行方不明だった男が見つかりました。すでに死んでいました。げえ、ひでえ。すまん、マジで死んでしまった。これはを落とす。神にもらった命。いや、見捨てたのは俺だ。行方不明のクリアでいいのこれ。経験の書、あ、これ多分あれだな、経験の書の数が違うんだな。すまん。じゃあ行けるところはどれだ。ここ行ける。行ける。とっとと封印しよう。カサンドラ魔物の巣、奴の死に報いるためにも俺はここの巣を潰す。こいつを倒す。攻撃力を上げておこう。底上げ、こいつなんだ。底上げされているか。魔法20。厄介だな。発言。やつか。うお。これここで殴ってきた。ほら。ちょっと待って、厄介。弾幕が半端ない。ちょっと待って、勝手し、ここで、え、どういうこと。これファイヤーにめちゃくちゃ弱いな、こいつ。発言機はファイヤーに弱い。燃やしやすいってことか。巣を封印した。抗う力。砦、ちょっと砦も立てとかないとね。金色の魔物を知っている。夢のようにまばゆく。それを取れば一生贅沢暮らしができる。なんだこいつら。
都合のいいものがいるわけはない。だいたい魔法のを倒してさ、何が手に入る。自力で発展。さて、もう少し行けるように上も、地上へ先やっとくか。じゃあ雨降らしておいて、とりあえず。じゃあもう先行こう。1、2、3、4。あれ、いけない。これサンダーかなんかで壊さなきゃいけないか。サンダーを持ってして地上絵が破壊されない。いや、いけねえじゃん。結局手前まで行くか。マジックパワー、あ、そっか、戦闘になったらマジックパワーはあれか、回復するのか。とりあえず一旦資材、芸術品を生み出そうとしている。資材が必要。どんな作品が出来上がるか。いや、資材は資材でいいんだけどさ、砦立てないといけないからね。地上絵が見つかった。古い石板を見つけた。読み解くことのできない不思議な過去の遺物、カサンドラの民より捧げます。後世に何かを残す術をいろいろと工夫している。何か重要なことが書いてあるかもしれない。さっぱりわからんって書いて。謎を奇跡か。で、どうやって行ったんだっけ今。ここまで行って、上にやたら伸びてしまったな。資材資材、え、いくつだっけ。300って言ってたよね。おい、やばい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 、やらせはせん。あ、こいつはギャーひどい、やられた。アーロンズ、祈りに興味がない。この町にたどり着く前に神様を見た気がする。神殿はいつ見ても空っぽ。あれが神様だったなら、魔物に苦しむ俺たちの戦いなんで活性してくれない。見間違いだった。神様なんているわけがない。びっくりした。まさかこんな安い挑発に乗って本当に出てくるとは。随分と可愛い神様。天使。人間は本来自らの力で生きていく。アロンゾ、ここにいたのか。魔物が町に向かってきている。神様は見てるだけ何もしてくれない。人間が神様を信じる意味。安い挑発なんかじゃ僕はもう答えない。天使ちゃんは金色の魔物のこと知ってる。くだらない作り話に答える義務もない。作り話はない。ちょっと待ってね。いろいろ資材手に入れなきゃいけないから。それで砦を作んなくてはいい。砦はいくらだっけ ?30 か。なんかここ周りに作れなくね。こっち側ってどうなの。まあいいや、一個作っとこう。神殿周りはね、ちょっとやっておきたいよね。え、こっち側とかどう。建てられる位置がなんか微妙だな。敵がまたいる。サクサク。SP 回復。ここのさ、魔物の巣封じたいんだけど。厄介すぎる。いや、いけるかも。ちょっと、これだけ。回収回収。5個いけんのか。弓兵は？弓兵50か。弓兵ちょっと1個作っとこう。というか5個作れるだけ作っておこう。
ちょっと時間が必要だ。資材、資材、資材、いいね。では弓兵、弓兵、ここ全然なんかあれが分かんねえな。ここでいいやじゃん。あとこっちの方にも一個作っとくか。では戦闘開始いきましょう。天と地、経験の書を使おう。ダニエラレベルアップ、防御力上がった。アロンズ、ちょっと冒険の書が少ない。すまん、やつを見殺しにしてしまったからだ。魔軍進行、どっから来る？上から来てる。ここ？柵。ここに柵を置いてもな、なんか微妙そうだしな。あ、こっち。ここに柵を置ける？意味ある？集まってきたところに奇跡をかけろってところかな。雷は効くね。サンダー、あれ下のやつ当たってなかった。回復して、ちょっとどれが当たるんだか分かんない。これ強い、強い、倒した。英雄召喚、ヒロトス、ここにしよう。行けヒロトス。あ、でここにいるのか。ほら行け、一気に倒した。弓、おー頑張ってんね弓兵。あれ英雄って一人しか出せない、もしかしてそういうこと？なるほど、2人出せるのかと思ったら出せねえわ。でこっちの方に向かわせよう。あいつ遠距離攻撃だな。で飛んできてるやつらはあれか、大丈夫か。ここの弓部隊でいけるはず。でダメだったら回復しよう。リンゴはいっぱいなってるからな。いっぱいいる。アースクエイクレベル2、消えよ。あとここか、サンダー消えよ。やつ頑張ってんな。俺の SP がただ少ない。 SP を回復しなくては。来た、邪魔だ。谷、ちょっと待って、フィロトスを向かわせるか。高校に、いや神殿が耐久度がめちゃくちゃ低い。回復回復、倒した。いいね。すべて退けた。アロンゾ、とても頼りになる。カサンドラに残ることを望んでいる。魔物との戦いに慣れている。あの態度は気に入らん。天使ちゃん。天と地。よし。発展を見守ろう。ここはなくなってるから。待って、魔物が作物が育つようになった。用心棒として以上の働きを見せている。次の魔物の巣、
どれ。うわー、待って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 、敵が。次はここか。さあここも破壊しよう。すぐ目の前に一個ある。とりあえず攻撃力はまあ最低でも 20% 上げたいよね。普通に魔法も上げたいっちゃ上げたいんだけどな、強えから。ほいほいほい、50までいけるか。てかほら、マジでなんだこの強さ。何これ、ちゃんとタイミングよくやんないと当たらないな。マジックパーがなくなっちゃったよ。普通に攻めるか。痛い。待って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 、全然当たんねえんだけど。ファイヤーが普通に使いやすい。抗う力を得た。砦の数か。町のレベルが上がってほしい。え、なんだ、またなんか出てきた。ピラミッド。これは魔物の巣が封印された。大雨が降りピラミッドが姿を現した。邪悪な気配を感じる。近寄らないように民に伝える。勘はあながち間違いではない。ただならぬ気配、サタンの眷属がいるかも。お、ウカレベル上がった。やったぜ。すまんな、文化レベルが上がったということは、お前ら文化レベルの低いやつはいらん。消えよ。すげえ、あのサンダーがめっちゃできるようになった。こんなにも、うわ、マジックパワーが不足してる。お前にも倒す。どこまで行ける？ここまで行けるか。ここの畑は残っている。まあ例によってあとはまたちょっと町が発展するのを待とう。カサンドラの血、流行り病、治らない病気ではない。水が不足している。命を失っていく。あなたの風、ちょっと何言ってんのこれ。どうやって雨を降らせろってこと。俺もうマジパーないよ。あの人たちが死んでいる。どうだ。いや、わかんねえ。俺はどうすればいいんだ。天罰を与えてしまったばっかだからな。もう SP がないんだよ。これをどうすればいい。とにかく SP が不足してから何もできん。正直死にゆく者へのレクイエム。え、何でやれって言ってた。風？ちょ、風なんてさ超マジックパワー使うじゃん。3 3、俺はここの人たちをめちゃくちゃ見殺しにしてんな。申し訳ない、本当に俺の力が至らないばっかりに。よし、29溜まった。これなんだ、風やれって言ってたの。でもさ、これなんかならないよね。雨、
え、何何何、どういうこと？祈りがございません。いや祈れよ、奴らのために。恵みの雨を降らせ乾きを潤す。え、これがわかんねえ。どこに？レベル3をやれってこと？違う。はいはい。あ、え、ここ、これ雷じゃねえかよ。雨を降らせてどこによ。いや、どこに、マジで。まあいいや、やってみよう、とりあえず。あ、神殿に降らせればよかった。いや、でもこの範囲はやっぱりレベル3が必要だな。おお、水が。これが神の力だ。救いの雨、死へ向かう民の渇きを潤しました。全然遅かったけどね。また見殺しにするとこだった。収束へと向かっている。行動が遅い神様だな。病一つで滅びてしまうこともある。だな。怪しき前兆、これは前兆に過ぎ。というところで、じゃあ無事病も治しましたので、次回はまたカサンドラの街の発展をやっていきたいと思います。今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。